名称維持1号幹線1号、橋や木正、維持1号幹線1号橋水路名称維持1号、幹線1号橋九十山祖母山、名称維持1号幹線1号橋は、大分県武田市、大和坂戸田の大野川水系尾形川に架かる水路用石像アーチ橋。名称維持第一京石橋とも呼ばれる。2002年に土木学会戦勝土木遺産に選定されている。 名称維持1号幹線1号橋は、1919年に、竣工した、名称維持の1号幹線の水路橋で、日本国内で、最大規模の水路用石像アーチ橋である。6連のアーチ状に4段の石壁を積んだ、重厚な構造となっている。大分県道8号をまたいでいる。名称維持は、小型川及び、貫原川並びに、1953年に竣工した。 保水線の3つの川から取水され、小型町と清川村の2323 23ヘクタールの地域の約717ヘクタールにわたる水田を考えする水路で、その総延長は175キロメートルに及ぶ。起伏が激しいため、17規模の水路橋を有する大規模な灌溉施設である。江戸末期にすでに構想があったが、実際に着工されたのは大正時代に入ってからで、 1>, 1号、2号幹線は1919 19年に竣工した。秋政の名は、計画及び工事が明治時代から大正時代にわたって行われたことに由来する。ありがとうございます。